はい、のびるブログです。このチャンネルは Android アプリを作成される方に役立つ情報をお伝えしています。今回はアプリを作成する際必ず使うであろう Android デベロッパーズを上から順番に読んでいます。この動画を軽く聞き流すだけで自分で読む時の負担が減り、理解度がアップします。そのメリットについては概要欄にのびるブログの URL を貼っているので、そこから確認してください。読み間違いや単語の読み方がわからなくて止まることもありますが、聞き流し用の動画ですのでご理解ください。それでは早速 Android デベロッパーの続きから読んでいきたいと思います。続きはパス調べるとバンドルです。この場所なんですけれども、Android デベロッパーのドキュメント、そしてガイドで、その下にある主要トピックス、その下のアクティビティ、その中のパッシュラブルとバンドルになります。それでは読んでいきたいと思います。文字を大きくします。はい、パッシュラブルとバンドル。目次、アクティビティ間でデータを送信する。プロセス間でデータを送信する。パッシュラブルオブジェクトとバンドルオブジェクトは IPC バインダー、トランザクションやインテントを持つアクティビティ間などのプロセス境界で使用したり、設定変更前後の一時的な状態を格納したりすることが想定されています。このページではパッシュラブルオブジェクトとバンドルオブジェクトの使用に際して推奨事項とおすすめの方法について説明しています。アクティビティ間でデータを送信する。新しいアクティビティの開始時にアプリがインテントオブジェクトを作成して、スタートアクティビティで使用するとき、PutExtra メソッドを使用して、パラメータを渡すことができます。次のコードスニペットに、この処理を実行する方法を示します。OS はインテントの元となるバンドルをパーセル化します。次に OS は新しいアクティビティを作成し、データのパーセル化を解除して、新しいアクティビティにインテントを渡します。バンドルクラスを使用して OS にとって基地のプリミティブをインテントオブジェクトに設定することをお勧めします。バンドルクラスはパーセルを使用したマーシャリングとアンマーシャリングに対してコードに最適化されています。複合オブジェクトや複雑なオブジェクトをアクティビティ間で送信するメカニズムが必要な場合があります。その場合、カスタムクラスでパッシュラブルを実装し、適切なはライトトゥパーシャルメソッドを用意してください。また、パッシュラブルクリエイターインターフェースを実装するヌルではないクリエイターと呼ばれるフィールドも用意する必要があります。このインターフェースのクリエイトフォームパーシャルメソッドはパーシャルを変換して現在のオブジェクトに戻すために使用されます。詳細についてはパーシャルオブジェクトのリクエストドキュメントをご覧ください。インテント経由でデータを送信する場合はデータサイズを数キロバイトに制限してください。送信するデータ量が多すぎるとトランザクション2ラージエクセプション例外が送信スローされます。プロセス間でデータを送信する。プロセス間でデータを送信する方法はアクティビティ間で行う方法と似ています。しかしプロセス間で送信する場合、カスタムのパッシュラブルは使用しないことをお勧めします。カスタムのパッシュラブルオブジェクトをアプリから別のアプリに送信する場合、送信側と受信側の両方のアプリに正確に同じバージョンのカスタムクラスが必ず存在する必要があります。そのため、通常は両方のアプリで行って共通のライブラリを使用します。なお、システムにカスタムのパッシュラブルを送ろうとするとエラーが発生する可能性があります。これはシステムが基地のものではないクラスをアンマーシャリングできないためです。例えば、アラームマネージャークラスを使用してアラームを設定し、アラームインテントにカスタムのパッシュラブルを使用したとします。アラームが生じると、エクストラのインテントのバンドルを変更され、繰り返し回数が追加されます。この変更により、カスタムのパッシュラブルがエクストラから削除されます。その結果、変更されたアラームインテントを受信したときにアプリがクラッシュする可能性があります。これはアプリがすでに存在しなくなったエクストラデータの受信を想定しているためです。バンドルトランザクションバッファーには固定のサイズ制限があり、これは処理中のトランザクションすべてで共有されます。この制限はアクティビティごとのレベルではなく、プロセスレベルであるため、これらのトランザクションにはオンサービスインテントステートやスタートアクティビティシステムとのすべてのやり取りなど、アプリ内のすべてのバンドルトランザクションが含まれます。
サイズ制限を超えると、トランザクション to large exception がスローされます。セーブインスタンスステートの特定のケースでは、データ量を少なくする必要があります。これはユーザーがそのアクティビティに戻る可能性がある限り、システムプロセスが与えられたデータを保持する必要があるためです。状態を保存するデータは50キロ未満にすることをお勧めします。はい、では文字を少し小さくします。はい、というわけで、パーシャルとバンドルが終わって、アクティビティが読み終わりました。それでは、伸びるブログに戻ります。はい、このような形で伸びるブログでは、Android アプリを作成される方に役立つ情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。